ループクンド湖は、インドのウッタラーカンド州の標高の高い場所にある、氷河湖である。地元では、神秘と骨の湖として知られている。トリスール山海の窪地にあり、湖の周りから何百もの人骨が見つかったことで、よく知られる。湖は、ヒマラヤ山無山中の標高5029メートルの場所にあり、人が居住できるような環境ではない。湖は、 岩肌が所々で露出した氷河と雪をいただいた山々に囲まれトレッキングの目的地として人気がある。浅い湖であり深さは2メートルほど。雪が溶けると固定に発骨化した人の遺体が見える。人骨は旧世紀のもので骨を研究した学者は突然の暴風雨で亡くなった人々の遺体であると結論した。近頃はスケルトンレークと呼ばれることも多い。 ループクンどこの人骨地元の言い伝えでは、金氏のオーラージャ・ジャスザバルが、ミオモノヒラーニバランパと、従者や舞踊劇団その他体制を引き連れて、ナンダデビー・ジに巡礼に向かったところ、ひどい暴風雨に巻き込まれ、ループクンどこ近くで全員亡くなったという伝説がある。湖に人骨があることは19世紀末にも、報告があったが、1942年にナンダデビ ゲームリザーブのレンジャーであった HK マドハルにより再発見された。当初、イギリス植民地当局は、この大量の人骨が、密かに侵入した日本軍に関係した犠牲者と考えたが、人骨が日本兵のものだとするには古すぎることがすぐにわかった。人骨は、氷が溶ける夏の1ヶ月間だけ、浅い湖の底に見える。人骨は、 木製の工芸品、鉄の矢尻、革の履物を身につけている。その他、指輪も見つかった。ナショナルジオグラフィック紙が、遠征体を派遣し、30体分の人骨を回収した。その中には、人体の組織の一部が、まだ付随しているものもあった。ハイダラーバードの細胞分子生物学研究所の遺伝学者、ニラージラーアイト・マンベンドラシンは、 湖から採取したサンプル100個に対して DNA テストを行い現在のインドに住む人々と比較した。その結果サンプルの70%がイランに住む人々に近いことがわかった。しかしながら人骨が身につけていたものは地元の人々のものと同じであるためイラン系の人々が地元のポーターの助けを借りて新しく住むところを探して 集団移住しようとしていたのではないかという仮説が立てられた。後の研究によると、集団死が起きた時期は9世紀前後と判定された。300体を超える数の遺体が見つかっており、オックスフォード大学の放射性炭素加速ユニットで放射性炭素年代測定を行ったところ、西暦850年プラスマイナス30年という結果が出た。 1950年代にはインド人類学調査局が人骨の研究をしており、サンプルのいくつかがデヘラルーンの道を調査局博物館に展示されている。2004年に湖への遠征体が組まれ、遠征体が持ち帰った100個のサンプルに対して科学的調査が行われた。そこから判明したのは、ループ君の湖に沈む人骨が2グループに分けられるということであった。 30%を占めた1グループは背が低い人々のグループ、残る70%は背が比較的高い人々のグループである。そして背の高い人々のグループは DNA に見られる突然変異の観点からジットパワンが持つ特徴に非常に近いことが分かった。DNA テストはハイデラワードの細胞分子生物学研究所で行われ、ジットパワンの ミトコンドリア DNA に特徴的に見られる3箇所の突然変異がサンプルの的と何も見られた。2018年の DNA 化鑑定の結果、遺骨が2つの異なるグループに属していることが明らかとなった。一つ目のグループは南アジアに関連する人であり、2つ目のグループは地中海の東部地方と遺伝的神話性のある人で構成されていた。さらに、 死因に共通することがあることも分かった。ループ君の甲に沈む人骨は皆、上から落ちてきたクリケットのボールほどの大きさの丸い物体により、後頭部を強打していた。調査を行った科学者らは、ちょうど地元の伝説や歌に歌われている通り、犠牲者らは、突然の暴風雨に見舞われて亡くなったものと結論した。しかしながら、彼らがどこを目指していたのかという問題については、 答えが出ていない。このエリアにチベットへ向かう通称ルートがあったという歴史的証拠はない。ループくんどこはナンダデビーさんを身体とし、12年おきにナンダデビー、ラージャジャート祭りを行うナンダデビー信仰における重要な巡礼ルート上にある。2019年の再調査では38体の骨が分析されたが、 それぞれの遺骨の時期がまるで違い、最も新しい骨と古い骨との間が1000年以上も離れていることが判明し、すなわち前述の説を完全に否定することとなった。放射性炭素年代測定により、南アジア系の遺体が西暦800年頃、その他の遺体が1800年頃と推定された。ループくんどこへ向かう道のり人骨が、 いつも亡くなっていると心配する声が高まっており、人骨を保全する手段を講じなければ、数年のうちにすべて失われてしまうと心配されている。このエリアを訪れる観光客が大量の骨を持ち帰ることが状態化しており、茶森県当局はこのエリアの保護の必要性を訴えている。県の行政官は、観光客、トレッカー、好奇心旺盛な研究者が人骨を ラバの背に乗せて運び出していると報告し、このエリアを保護するべきと勧告した。インド政府の出先機関は人骨を保護するために、ループクンどこをエコツーリズムの目的地にしようとしている。ありがとうございます。